オズワルド伊藤俊介、はい、伊藤小綺麗っていうか意外と可愛い格好するもん、うん、余裕でありますよ。 BK って流行ったじゃないですか。でかきゃいいと思ってたんだよ、あの時は。くるぶしまであるポロシャツとか着てました。伊藤が挑む服装は絶対そうなやつ。笑われた瞬間に、あ、絶対そうだなって分かるようなやつというか、オスを勘違いしてるやつというか、ファッションから内なるものから湧き出ちゃってるやつ、これ自信ありますね。絶対俺のが一番嫌だろうなと思います。設定は数年ぶりに会う地元の友達との初デート。CM の後、伊藤渾身の嫌な服装。いいわけないよ。いいね。リアリティーショーみたいな。ここだけ見てる。ここだけね。そう。あれか。あ、やっぱそうだ。やから系だ。あ。いいわけないよ。いいね。いいわけないよ。いいじゃん。いるな。いやー、全然分かんなかった。何やってるの？俺？まあまあ俺もいろいろやってるよ。まあ、うん、だいぶかましてもらってる、いろんなとこ。あ、そうなんだ。うん、ガンガル持ってるし、車とかもあるし。あ、そうなんだ。うん、かましてもらってるから、いろんなとこ。鎌倉で働いとったら雑や。うん、ちょっとやんちゃ系ね。これ、来るぞ、多分。何？多分あれだな。そうそうそう。何？何ですか？タトゥー隠してんねん。そう、入れ墨をね、隠してんのよ。いや、うん、入ってんだよ、結構。あ、そうなんだ、うん、隠すやつ入れるなよ。内緒だよ。内緒、うん、分かった。見せるもんかい。困ってる。出せ、ダサいね。これ出せやつや。意味とか分かんない。分かんない。意味分からんのかい。もう多い方がいいっしょ、数なんて。あ、こっちもあるし。あ、そっちもあるな、うん、そっち何？こっち神様。神様、神様、うん、これちっちゃ、え、あ、ハワイの感じだ。うん、ハワイの神様。一番意味わからへん。神様いっぱいあってもいいと思うんじゃないから。ちょっとごめん、電話。いい、あ、うん、あの貧乏ゆすりもね。貧乏ゆすりね。あ、いっぱい持てる。わー、怪しい。飛ばし携帯。飛ばし携帯。あざす。はい。あざ、さっき運びました。はい。え、何運ぶ？あ、白でお願いします。はい。はい。弊社数。ごめんね、仕事の電話して。なんか。で、ちょっと、今日来てくれたから、家にも小遣いあげとかなって。いいよ、いいよ、いいよ、いいよ。大丈夫、今俺こういう感じだから。いやいやいや、いいよ、いいよ。いや、本当に大丈夫。いいから。いや、いや、大丈夫、ありがとう、ありがとう。ね。ありがとう。いや、やわ、この金。何もしてないじゃん、うん、気持ちかましてってだけ。それはこれはあのメンツだから、メンツかめなくなっちゃうからな。怖いです。あ、怖い、怖いしかないよな。多分頑張ったんだろうなっていう感じはあるんですけど、はい、サングラスはちょっと怖いですね。パンツが中学生でも靴はちょっと大人っぽく頑張った感じが出てたりとか、サイズ感がちょっともう全身ピチピチみたいな、ね、田舎でもなかなかもういないですよね、この感じ。よい、来い。果たして嫌な服装王に輝くのは。うわー、すごい。これはすごいね。いや、素晴らしい。これは何、5000人とかの予選勝ち上がった人なんですか？オーディションしてくれた。レベル高すぎたけどね。いや、全員ジャンルが違くてちゃんと全部嫌だから、うん、すごく決めるの難しいですよね。そうね。峯岸さんが特にここ嫌だったなってのありますか？そうですね、やっぱキツネの大津さんのパンツの丈。あ、ジーパンでの七分は危ないですよね。そうですよね。ジーパンじゃなければまだ確かに。そうかもしれないです。でも共通点がね、なんかやっぱ白ズボンは危ないんかな。山添さんと池田さんね。皆さんで一人決めてください。俺もそうですね。それでは発表お願いします。はい、初代初デートで着てきたら嫌な服装は。 YouTube で見られるのはここまでです。
アベマならニューヨーク恋愛市場を最初から最後まで存分にお楽しみいただけます。動画の続きはここをクリック。